ございますので、皆様お願いいたします。佐藤プロは8月19日で28でいいですか、はい、28歳になりますので、ボーリング場より、花束の贈呈をさせていただきます。本当は優勝した時に花束を渡したいんですけど、それができるかどうか分かんないので、誕生日の花束で勘弁してください。おめでとうございます。これに引き続き、総合会ということで、まだ優勝してないということで、その意気込みを、今年はやってもらって、来年はこの大会がないようにやっていただきたいと思いますので、抱負お願いします。はい、皆さん、本日ご参加いただきまして誠にありがとうございます。先ほどのお話の通り、8月19日で私28歳になります。まだなんですけど、そうですね、まあ、28歳、いろいろちょっと考えさせられることが多くなってきたなと思います。まあ、もろもろ仕事にしろ、まあ、将来の自分の形にしろ、結構考えさせられることばかりで、まあ、逆に言えば、結構その人生の転換期というか、上がり目の時なのかなと思い、日々やっていっています。その中で今年の新人戦は、最初は、お客さん、入場が、ある予定だったんですけど、また無観客になってしまい、やはり今こういった状況なので、なかなかそのお客さんとのコミュニケーションというかですね、まあ、いろんな方との親密な関係というのが作るのが難しくはなってきているのかなとは思いますが、まあ、ただその中で自分のその責任というか、自己管理をすることで、なんていうんですかね、社会に貢献というか、その自己管理というかね、ちょっと難しいんですけど、まあ、自分の自覚を持って行動ということですね、を、心がけてやっていこうと思う、まあ、まだなんですけど、28歳にしていきたいなと思います。で、そうですね、新人戦、今年4回目で、去年までは本当は3年以内だったので、本当は去年で終わりのはずだったんですけど、今年まだチャンスがあるということで、毎年毎年去年よりはいいです、去年よりはいいですと言っているんですけど、今年こそは一番、優勝見えるところで、今のランキングも、今年出るメンバーの中では一番上にはいるので、胸張って、優勝目指しますと言えるかと思います。ぜひ皆さん応援もよろしくお願いします。今日は、楽しく投げさせてもらいます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは僕はストライクをどっちかと思います。よろしくお願いします。はい、去年130点スタートだったので、ほぼ倍のスコアなので、今年は
や130はないんじゃないかなという気持ちでいけるかなと思います。ですね、次はですね、高校会ではなく優勝記念大会としてぜひ、こんなコンディションでは用意しないので優勝記念大会を、開きます。ぜひそちらの方にもご参加をお願いします。それでは大変ありがとうございました。頑張ります。手洗い消毒お願いします。お疲れ様でした。